お姉ちゃん、かわいいよ。大丈夫、大丈夫。強い軍人さんたちが守ってくれるから。ちょっと、どういうことですか？レッドアイがこの本宅に向かってるだなんて。おばあ様、どうしたのかしら？あなたたちは、この家を壊す気ですか？今すぐ、レッドアイを追い払いなさい！おやおや、カーリー様。何かご不満でも？不満も何も、この家にレッドアイがいるだなんて、どういうこと？さっさとあいつを！わかってないな。我々は、あなたのお望み通り、護衛して差し上げてるんじゃないですか。我々の任務は、レッドアイの撃破ではなく、この屋敷の防衛。ですよね。あなた。レッドアイ、来ます！よーし！ P22 ミサイル安全装置解除！準備でき次第発射しろ！着弾確認後にレーザー攻撃に行こう！そのついでに、シューマットも叩き込め！ただし、頭部は避けろよ。体だ！体を狙うんだ！殺しちまったら、何にもならないからな！しかし、レッドアイを引きつけている第二小隊が、このままだと巻き添えに。彼らは尊い犠牲になった。この作戦が終わった後に英雄になれるだろうよ。ですが使えねえな、どいつもこいつもよ。1番から8番までの誘導ミサイル全弾安全装置解除。1番、2番、3番、発射時の敵個体の位置固定。着弾後すぐにレーザーによる照射攻撃を20秒。4秒以上レーザーの照射はバレル加熱の危険。セーフティーシーケンス解除だバカ野郎。暗いよ、潮の化け物が。異常が状況確認しろ。はっ、レッドアイの右腕を破壊。左下腹部にも損傷が認められます。行きます。当たり前だ。ここまでやって片腕か、化け物め。 P22 グラップルモード起動。やつを力ずくで抑え込め。 P22 グラップルモード、敵を制圧します。ヨナ！お兄ちゃん、お兄ちゃん。あなたはヨナのお兄ちゃん。それはよかったわ。お兄ちゃん、あのね、ヨナ道に迷っちゃって、それでこのお姉ちゃんに助けてもらったの。あ、そうなんですか。どうもありがとうございます。いいえ、これからは妹さんの手を離さないように。はい。何やってるの、私の屋敷が燃えてるじゃない。お前こそ何やってるんだ。早く逃げるんだ。おじい様、おばあ様、帰れ。早く裏口から出なさい。よし、そのまま押さえつけろ。やれます。パワーにまだ余裕があります。なんだあれは。腕です。レッドアイの腹から腕が何本も。 P22 サワン動力ケーブル、いや、ウアンもやられました。 P22 応戦不能、救援を要する。繰り返す。これが吸収成長個体のレッドアイ。こんなデタラメな力を持ってるのか。中隊長、レッドアイの腹からレギオンが生まれています。ヨナ、危ない。お兄ちゃん、あなたたちは裏口から逃げて。
でもお姉さんはどうするんですか。私はおじい様とおばあ様がいるから。カーリー危ない。おじい様、おじい様。帰れ帰れ。よく聞くんだ。これから世界は大変なことになっていく。いや、おなく、その災難にお前は巻き込まれるだろう。おじい様、喋ってはダメ。しかし、カイネ、お前には。ユナ、見ちゃダメだ。おじい様。やめだ。レッドアイの捕獲は不可能と判断する。このまま奴を撃破するんだ。ですが、有効な攻撃が。化け物には化け物がふさわしいんだよ。7号を出せ。はっ。いいか、まだ目隠しは取るなよ。お前の目は敵味方問わず石にしちまうからな。俺たちはレギオンを撃破するから、お前はあのレッドアイを石にしろ。でも今戦っている自衛隊の人たちが。いいから来い。お前が目隠しを取ってみるべき相手はあいつだ。ああ。よし、効いてるぞ。隊長、中隊長、体が腰に腕が味方を巻き込んでるぞ。やめろ。やめてくれ。そんな、僕の力が。母さん、熱い。やだ、こんなの嫌だ。痛くありません。レッドアイの石化が止まりました。何してやがるんだ。レッドアイを見ろ、この化け物を。嫌です。僕の力で石になる人が。おい、お前は赤色のメディキットをよこせ。それだ。てめえは俺の言うことを聞いてろ、化け物が。何、薬。お前がやる気になるお薬だよ。嫌だ、そんなの。いや、困るんだよな。兵器は兵器らしく働いてもらわなきゃ。この辺りが潮時だな。中隊長、どこへ。決まってるだろ、逃げるんだよ。中隊長、待ってください。中隊長、あんたって人は。